皆様はじめまして、日本ビジネスマナー協会の松永典子と申します。本日より私どもの理念に基づいた独自のメソッドで、マナーとは何かについて具体的にご紹介します。私が立ち上げました一般社団法人日本ビジネスマナー協会の理念は、みんなの力でみんなが快適に生きられる世の中にする。そして JP マナーズの理念、人格の尊重。こちらの理念に基づきまして、マナーとは、マナーの本質、こちらの2点について具体的にご説明いたします。少しでも皆様のお役に立てるような情報をお届けできればと思っておりますので、皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。それではまず最初に、マナーとはについてご説明いたしますと、マナーとは相手の心情、心の中にある思いを察する。そしてその気持ちを自分のためだけではなくて、相手のために行動で表現することです。はじめにお相手のことを思いやる温かい心があって、そして次にその温かい心を行動で表現する。この順番がマナーの基本となります。マナーは人が、人間が気持ちよく快適に過ごすためにございます。マナーという形式だけの型のために人間がいるのではなくて、人間が、人が快適に過ごすためにマナーが存在します。型通りのことをしようとするのではなくて、まず相手がどう思っているのか、お相手の心情を察して行動に移す。つまり、お相手がいかに気持ちよく過ごせるかを、お相手の立場に立ってご自身の頭で考えて、今までの経験を生かして表現力などを駆使して行動に移す。それこそが真のマナーでございます。では、もっと深い部分、表面的ではなく根底の部分のマナーの本質について、次のページでご説明いたします。それではマナーの本質ですが、左側のハートの図をご覧いただきたいのですが、こちらは人間の心をハートの図で表現しております。マナーの根底にあるのは、人が人としての権利を尊重し合える精神です。具体的にご説明いたしますと、人間は年齢や性別が違う場合もございますし、職業ですとか育った環境や性格は異なります。お体が不自由な方もいらっしゃいますし、容姿ですとか国籍や人種が違ったりと、一人一人異なります。人それぞれです。そのような個性を尊重し合って、お相手の方を肯定する。そうすることによって温かい心が生まれます。そして、その温かい心でコミュニケーションをとる。そうすることで、温かい心がお相手の方に伝わる。マナーが成立するということになります。逆に、このような人が人としての権利を尊重し合える精神がない中で、相手の立場に立たずに個性を尊重し合わない、お相手の方を否定するような、ご自身をよく見せるためだけの型通りのマナーを実行する、コミュニケーションをとる。そうすると、そのような否定的な冷たい心がお相手に伝わる。マナーが成立していないということになります。心の中に人が人としての権利を尊重し合える精神、こちらが根底にあった上で、個性を尊重し合って、お相手の方を肯定してコミュニケーションをとる。それこそがマナーの本質だと思います。皆様、ぜひ人と接する際はこちらの精神を思い出していただきまして、温かい心でお過ごしいただけますと、私は大変嬉しく存じます。本日お話しした内容は、人としてどうあるべきかということを考え続けて、私を産んでから43年間の闘病生活を送って、3年前に他界した母と過ごした日々の中で行き着いた答えでございます。私が人生の中で経験してきたことをもとに、2015年5月に
事業を立ち上げたとき、私のマナー研修を受講してくださった皆様にお伝えしている内容でございます。次回はビジネスマナーはなぜ必要なのかについてご紹介していきたいと思います。本日は皆様の人生の貴重なお時間をお使いいただいて、私の動画をご覧いただきましてありがとうございました。